二人のボックスのイメージみたいなのがあったら聞きたいなと、はい、まあ当然あれだね、ビートルズがまずボックスアンプをバリバリ使ってたし、まあ、60年代のビートバンド、イギリスのみんな使ってたよね。一、うんうん、人目が、あのザ・ジャムのブルース・フォックストン。あ、俺も俺もそれ俺の。いや、もうそこしかなかったからね、その、うん、モッズというものが、何形があるものが、うん、だから自分はワクワクして毎回行ってたけどね、うん、そこにモッズでいて、そこにいることが嬉しかったし、うんうんうん、実際にレコーディングでボックス使ってるか知らないけどさ、うんうん、なんか PV とかで後ろにあるとさ、うんうん、すごいかっこいいじゃない。そうね、うん、見た目はやっぱりね、見た目はもうね、このグリルとね、そうなの、うん、このロゴと、ね、間違いないよね、間違いないよね、うん、けど最近そのこのコロナで逆にこうシーンからそうおじさんたちはちょっと引いた時期があって、やっぱり2年ぐらい、その間に若者たちはやっぱりその遊び場で求めてライブハウスとかでこうイベント自分たちやったりしてた。でいくつかバンドが生まれたりとかしてて、でその中にこう80年代の東京のネオモッツをそこからインスパイアされて曲を作ったりとかしてる子たちがいるのよ。あるな、悪な俺だね、割れ方が悪いね。ね、ね、だって出るね。悪い。悪い。